い、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、とうとうこの日がやってきました。ブレイザーとお別れの日が この車に乗り出して平成25年の4月からなので、26、27、28、29、30で年明けてだから、6年になるかなってとこですね。なんか寂しいっすねで今からちょっと車屋さんに行くんですけど、次に乗る車の準備はもうできてるんですよ。なんですけど、あとはこのブレイザーにつけているナビをですね、ちょっとその新しい軽の方に移植してもらおうと思いまして、まあそれでそのままブレイザーとはさよならになります。なのでこのブレイザーとのドライブというかはもうこれが最後になってしまいます。今までありがとうブレイザーということで、車屋に行ってきたいと思います。はい、帰ってきました。もうすっかり夕方です。いやー、来ましたよ車が。まだ全部こう出来上がってるわけじゃないんですけど、ナビの方が部品がちょっと足りなくて、で完全に仕上がってないんですけど、まあそれでも帰り楽しかったですね。ノンターボなんで正直どうかなと思ったんですけど、上り坂とかは気にならなかったですね。今まで乗ってたブレイザーに比べたらロードノイズかなは気になりましたね。まあそこは軽はしょうがないかなと思います。さてと、そしたらこんな感じっていうのを見せたいと思います。さあ、じゃあ中からちょっと見ていきましょうか。まだちょっと何もしてないんですけど、まあ、こんな感じですね。あと後ろですね、座席をいっぱいいっぱいに下げちゃったら結構広いですね。荷物乗せる時はその分ちょっと前に出しちゃうからね、狭くなるけど、それでもまあ十分なスペースが今あるかなと思います。今選挙活動中で声がじゃんじゃん聞こえる。さあ外側こんなんですね。はい、で、ナンバーなんですけど、希望ナンバーを取るのと一緒にご当地ナンバーを取ってみたのでこんなんなりました。熊本のご当地ナンバーなので、くまモンがいます。これ希望ナンバーなんですけど、水木奈々さんに当てたやつということで、奈々さんっていうことにしました。やばいっすね、いきなりもうくまモンもすごいけど、なかなか痛い車になっちゃってるなと思います。で色がガンメタですね。これは後ろもこんな感じですね。
まあムーブの気になるところってのは一個言うならこの横に開くってのが気になるぐらいかな。なんか他のって全部上に上がるじゃないですか。これ横に開くんでこれぐらいかな気になるのは俺は。ということで新しい仲間にの誕生です。ブレイザーに代わってこいつが今日から俺の相棒になりました。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。